ようございます。今日2223モデルの RMU バターナイフを試乗したいと思います。この板は普通のスキー板と違って左右非対称の作りになってます。でサーフボードをイメージして作ってて、スキーをしてるんですけどサーフィンだったりスノーボードの乗り味ってい う, こうスキーサーフみたいな動きができる板になってます。でこう形見て分かるように、形見て分かるようにサーフボードを半分に切ったような形になってます。で後ろはこうスワローテールみたいな形を半分に切ったような形状になってます。であと特徴的なのはインエッジとアウトエッジでラディウスが違っています。でインエッジが 17m のラディウス、アウトエッジが 25m のラディウスになってます。でゲレンデに行くとアウトエッジはしっかりカービングターンで噛んでくれるのでしっかりカービングもできますし、あとパウダーに行った時は外足がターンの最後にこう噛んでくれて内足はしっかりずれるような動きをしてくれるので、こうパウダーの中で壁に当て込んだりだとか、あとはゲレンデでも壁に当ててこう戻す作業っていうのがすごくしやすくなってます。で他の板に比べてすごい低速域で板が動いてくれるので、本当初心者の方とかでも簡単に扱えるかなっていうふうに思います。どうですか。壁に当たった時にテールが勝手にスル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 動いて、でターンやめたい時にちょっと外足踏んであげるとキュンって走るから、おむちゃくちゃ壁当てやすい。わまさにスキーサーフ。スキーサーフですね。スキーサーフ。もうゲレンデも実は気持ちいいんだけど、あら後でちょっとそれをやりましょう。やっちゃいましょう。本物で遊べ。スキースーパーワーク開催中。パドルクラブ。